どうも、秋です。サクセスやっていきます。今回はフリート高校アヒ編デッキで天才の入部届を使っていきましょう。デッキこんな感じです。はい、というわけで今回はこちらのデッキで天才の入部届を使っていきたいと思います。ダブル得意練習のキャラクターもいますが、全員変化球の得意練習を持っているということで、とにかく変化で伸ばしていくデッキですね。で、このデッキで厳選を行おうと思っていたんですが、カジ君が後イベなので前に後ユンということに気がつきまして、これはもう天才をやるしかないという形になりましたね。いきましょう。いや、楽しみだな。天才の恩恵が結構でかいデッキだとも思うので、まあそういった意味でも、ちょっと気合い入れて頑張っていきたいなと思います。エビル波動といきましょう。素晴らしい。さあ、ということで伸ばしていくよと。頑張りましょう。センス来てくれれば最高ですけどね。なんとかね、フリートでも先発 SS67 作れるんだよというところをね、こう、動画でしていければいいなと思っています。これはこちらにします。はい、体力減らさない&コツもらえて金も集まる。危ない。カチューンとか来ないでほしいというところでしたが、カチューン今の潰せたかな。全ポイント持ってないか。ということで、さあどうしよう。そうですね、ここでもいいなと思いますし、こっちでもいいなと思います。こちらにします。荷物の量というところで、青が2個だけだったらそんなに美味しくないなと今思ったので、まあマリナの評価もしっかりと天才界なので、合格に向けて間に合わせていきたいというところでスタミナにしました。はい、で続いて、あ、美味しいね。あー、でもこれはこっちにします。合同練習2人進められるのは素晴らしい。で、1回目に、ここエビル来たってことは、絶対2回目以降も来ると思うので、そういった意味でも、レイリーもね、進めておければ美味しいですし、今、敏捷ポイントが入るので、それが何よりナイス。はい。おー、いいね。ちょっと、荷物集まらないのは残念ですが、でもこれは非常にいい練習だと思います。合同練習。まあ、ここは本当に複数回来ることを考えて、うん、美味しいものを取っておこうというところですね。センス来い！うん、まあまあまあ、でも、これで十分です。頑張っていきましょう。いいやつナイス。お、いいやつナイス。これは伸びるぞ。さあ、行きます。うん。波動がまだ大丈夫なので、行きましょう、これは。コツ押さえといたしましては、大丈夫ですね。何が来ても大丈夫ということで、行きましょう。怪我んな？よし。よし、ここまでいい練習続いてます。まあちょっと青をね、4つぐらい売れればいいなと思っていたんですが、そこはできてませんが、まあそれ以外がかなりいいので、ナイスです。彼女も一応1回終えたので、あとはまあイベントとかで告白ラインには行くと思います。あとはまあ間に合うかどうかという形でしょう。ということで、これ1回目に来たのかな？はい、もうそこは仕方ない。で、勝ち運。バント封じ。やっぱり最初、敏捷ちょっともらえると、こうやって潰していけるんで、助かりますね。はい、初期値はそんなには良くなかったですね。まあ、最低っていうわけでもないので、これで頑張りましょう。で、あとはどれくらい本当技術を稼げるかという問題にはなってくるんですが、今の黄色を売りたかったな、2倍なので。本庄とか直押さえしたいんですが、まだちょっとさすがに足らなかったので、伸び逃げ玉素晴らしい。おお、これはとりあえず一つ目いい感じになりましたね、方向としては。で、その後に何がもう一個追加されるか結構大切なので、はい。これだとな、まあ、パワーコーでいいのか、パワーコーエビルといきましょうか。はい。影響もワンチャンありですが。よし、素晴らしいと思います。怪我んな？絶対怪我んな？もう、フラグを立てたわけじゃないんだよ。いや、今のいけなかったのちょっと痛いな。あ、でもナイス。青がめっちゃ集まるので、これ美味しいと思います。スタミナ多少上げます。ただいろいろ抑えていきたいものもあるので、ポイント一気に使えない悲しさもあります。まあ天才界来ると結構スタミナ練習多く踏めると、あんまりスタミナをこう直上げしないでもいいんじゃないかというところもあるので、うん、今の練習いけたんだったら、さっきの怪我ってもまあ許せるんじゃないかというところでしょう。敏捷ナイス。おー、カジ君いいタイミングで来てくれました。これは体力回復も美味しいですし、最大値も早めに上げられていいと思います。
うん、これも行きましょうか。ただ、彼女評価も本当上げたかったりもするんですが、これは美味しいですね。このように急速練習でポイントバランスよく稼げるっていうのは非常に素晴らしいと思います。今のは技術もたくさん入りましたし、ベストでしょう。まあ、一応2000点超えということで悪くないセクション1だったと思います。これからですね。はい、なあ、彼女評価上げるか。2人、いや、攻めよう。攻めるならばこれは際ですよね。はい、体力は常にこう保っておきたいというところで言うと、ここでおそらく告白ラインになると思うので、まあでも騎馬を進めるか、もしくは金原を進めるっていうのもあり、波動もたくさん来ると思われるので金原ですね。これで青は売れるのはほぼ確定ですし、はい、いいと思います。でも出航という形になりますね。まあ、水鳥ももう一回行きたかったですが、まあ、また来るでしょうということで、これで波動また来る美味しさができたと思います。で、根性だけは必ず潰しておきます。ここ、まあ、来てるものを潰しつつ行きましょう。ん、初期シュート OK。 急速依存が多いんでちょっと急速も上げていきたいところです。で、まあ、パワーコーで青 1.5 倍で売れるのはいいと思います。で、その後またエビルに行ってということで、悪くない。ここかっこいい。これをもう失敗しても成功しても必ず動画を出します。なぜなら、天才の入部届の数が限られていて、天才を使いたい時がたくさんあるので、もう失敗しても成功しても1回限りという形で考えています。ので、もう予告をしてるので、これはもう出さざるを得ないというところですね。はい。まあ、カジ君かな。ピンチの方が嬉しいかなということで、はい。よし、敏捷もらいに行こう。これはオクタビアじゃなくて小田切が来てくれると嬉しいです。130ぐらい本当は敏捷が欲しいところです。ここかっこいいよ。おーおお、なんじゃこれ、なんじゃこりゃ。まあギリギリまで上げるか。いや、でもそしたらなんかあまりなんか経験点次溢れそうな気もするのでやめておきます。そんなに変わるわけではないので、はい、スタミナをちょっと上げたからといって、うわー、告白頼むってマジで、頼むよ、マジで告白は頼むよ。天才会だからね、よろしくお願いしますというところですね。はい、来てよ告白頼む。ここはさっき打たれ強さも取ったし、こっちでいいか。来い、あー、なんだそれ、バジュ、仕方ない、切り替えていきましょう。マジか。まあまあまあ、でもしっかり経験点さえ出せれば問題はないので、まあいい高校が来てますし、はい、そっちで頑張って伸ばしていきましょう。まあ変化球かなと思います。まあ言ってもいいですね。合同練習進めるというところで言うと、ただまあエビルか、まあ早めの出航もありですが、悩ましい。これは行きません。はい、2回目進むんだったら考えるんですが、まだ1回目ですし、うん、あまり行こう必要もないかなと思いました。で、ほら146とか言ったんですよね。なんで前回は130キロとかで終わったんですか。まあまあ打球反応もコツはもらわないとなかなか抑えられないものだと思うのでいいでしょう。これ微妙に成功してくれると嬉しかったんですが、まあいいでしょう。まあちょっとこことクリスマスの分の経験点をね、ここから稼いでいきましょう。で、こちらに関してもこっちでいいな。よし、これでレイリーが2回合同練習進みましたし、まだこの高校来そうな気がするので、 OK、 臨床ももらって、早っ進むの。 OKOK、 これ意外に成功失敗大きいと思うんですよね。
でこういう時に青をたくさん集められるといいんですが、青がなくて、赤はそんなに集めたいと思っていなくて、西谷のポンコツになりますかね。そうなると、となるとキレを僕は抑えたいと思います。ポンコツだけはもらわないと始まらないというのがこちらのデッキです。まあでも脱三振もまだ来てなかったので良いでしょう。ちょっとね、告白間に合わないと評価的に辛いことがあるので今のは行きます。でこれもなのでそんなに美味しい練習ではないので技術を稼ぎに行きます。こういう青の稼ぎ方は大切になります。であとは変化タッコイ変化来てほしいですが、まあまあいいでしょう。もうあとは金徳の数を増やす。ちょっと経験点が伸びてないですね。まあまあ最低限っていう感じではあります。クリスマス間に合ってない分もうちょい頑張りたいところです。よーし、いいね。バレンタインも彼女じゃないと評価が上がらないんですよね。何気に痛い。うん、敏捷は十分今回は入りました。はい。でまあ青は売れるんですが、次どこ行くかという問題でどこも行ってなくて、その先にあるので言うと、まあパワーコーだけは行ってるので、まあ旬行って円卓かパワーコーという形になるかなと思うんですけど、でも青を売るというところで言うと2倍で売れるので、ブレインマッスルで2倍で売っといて各ポイントにしか丸つくな。でパワーコーはそんなに美味しいわけではないので、やはり円卓に行こうがいいかなというのを考えると、まあ次青2倍で売れるブレインに行きましょう。ここは全然踏んでもいいです。踏みましょうか。スタミナの船積みタックは美味しいですよね。無条件に美味しいというところでしょう。で一応急速依存なので急速上げましょう。あと4ということで、そのイベントがこう後に来るかなというねところも思っていたんですが、船これ詰めたら良かったですけどね。まあ、どちらにせよ踏まないかな。あでもまあ詰めるのであれば踏むのもありだったかなと思います。はい、ということで、あと来てほしいのはポンコツでしょう。やはり技術が現状足りてないという状況です。まあ、やはりそうなりますね。ただ球速150キロもうすでにいっているので、そこは素晴らしいと思います。ここでいい感じで打って円卓に行きましょう。ただここはね、青が稼げないというね難点はあるっす。はい、素晴らしい。まあでもいい、ここで技術の入り方またしましたし、うわーここで休むのやだな。でも休むしか選択肢がないな。これなんでこんなに告白が来ないんでしょう。え、前にデッキでなんでこんなに遅いんだ。しかもえ、前になるの、前にで合ってるの。何回も見てきたので間違えてることはないと思うんですが、これはこっち行きますか。カジ君の変化タック強いね。40なんですけどね、レベルは。よし、ポンコツ。まあここもちょっと美味しいですけど、ポンコツはもう本当に何にも変えられないということでいきます。よし、もうちょい球速上げるかな。うん、本当脳みっとくと美味しいなと思うんですけど。でピンチ抑える。152はおそらくいくと思うので、ちょっと早めに金徳の成功率を上げるという観点から上げておきます。うーん、ここデートしたいんだな本当はね。鬼が合同練習いなければやんないっていう感じだったかなと思います。まあ、こっちはさすがに成功すると思うんですが、カジ君が2個取れるかどうかという方で、しゃあないな。え、告白来ねえ。何これ、何これ、珍百景って感じですね今のところ。え、もう4月1週だぜ、マリナちゃん。マリナの評価下がるし、それ。まあまあもう評価大丈夫そうですけど、
これ行ってから出航でも悪くないと思います。ただ120%ができてないっていう今メカもありだよ。だから円卓じゃなくてメカありですね。波動にラスト行くならば。うわこれはね120も結構きついし、うわ結構きつい気がする。いろいろうわきついなこれ。うわマジかマジか。おい、いろいろ厳しそうで、そんなに精神ポイントが今入ってないのでちょっと抑えにくいですね。うん、メカあり。メカ行って波動だな。メカ結構技術稼げるので。え、彼女評価やば。評価というか告白やば。さあ152だ。あやっぱこれな、2個来ないな。152は結構上げてる方だと思うんですけど、もうそんな休むとか押しちゃダメなんだけどね本当は。これフィニッシュあるよワンチャン。これいや、やばすぎるな、これは。経験点はそこそこではありますけどね。ここ行っちゃうと、ただもう、この高校フィニッシュになっちゃうよというところです。まあ、いいか、それでもうちゃんと 120% 達成して、今の連射美味しすぎましたね。今の連射ちょっと美味しかったので行きます。まあ、77はもちろんいきます。うーんどうでしょう。秋葉原忍者ブローです。うーんどうでしょう。なんか6回にヤバい点の取られ方をしましたが、自分じゃないことを祈る。 OK7 回からか基本出るのは。うーん、なんで告白が来ないんでしょう。古畑忍者ブルーです。青集めたいんだよな。青集めないともう終わりだなこれさすがに。あぶねえ。その体力量だとね結構危ないし。ん、なんで本当に告白来ないんだ。わお、これは攻めましょう。はい、これ通ればまあまあのサクセス。えっ、あ3回に1回しか失敗しないんだけどな確率的には今の。えちょっとこれマジやばいな。これも4回に1回も失敗しない確率なので絶対いけるよな。それ考えた時にいけないってことの方がおかしいんだよ。えっ、よし、この方法結構合いますね。え、なんで告白、え振った、何かの間違いでこれ告白振ってる、もしかして。え、嘘、え、え、嘘じゃん。え、ちょっと待って、それはやばいんだけど。さすがに左キラー取れないなこれ。左コツ来ないと。そして結構精神ポイントは足りないという、このデッキにしては珍しい。120いけなかった。あ、これはねやばい回だ。え、え、え、あれ嘘でしょ。あれちゃんと見返すけど、絶対告白を振るなんてことは絶対やらないしな。そんなことはさすがにそんなミスはしないし。技術稼がないといけなかったですね。ただえ終わったじゃん。招き猫持ってきてるんだよ。いやそういう問題でもないし、もう
うわもうなんでこうなんの。まあまあいい高校も出てくれたし、まあまあっていう感じはあったんですけどね、告白さえ間に合ったら。いや間に合う、クリスマスとかの問題じゃないですね。ここからデート4回やらないと絶対終わるので、もうこの時点で終了が決まりました。初めてすぎる、さすがに。ちょっと待ってください、マジで前に後4ですからね。しかもこれで後4の方にまだ彼女がいるなら、まあそれでもわからないんですけど、正直まだまあ理解できる部分はあるんですね。後4であることを証明するために後指キャラを読み上げていきますと、まず右から、マリナ前ですね。で次オクタビアなんですが、後指でございます。で友沢、もちろん後指でございます。はい。でルシファー、こちら前指ですね。はい。でカジ君、このカジ君が、後指になっております。西谷もちろん、後指でございます。えバグということで、こんなことが皆さんあるみたいです。という、これは皆さんにこういうこともあるんだよというのをお知らせする動画でございました。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。悲しすぎます。てかこれやばいね、これ結構やばくない、衝撃映像な気がする、ある意味。うわうわ、ちょっとこれやばいねと思った方はぜひ高評価チャンネル登録していてください。うわ衝撃映像でした。以上、アディオス。